思いを乗せた優駿たちがここに集結しました。用意された舞台を駆け抜け頂点に立つのはどの馬か、いよいよ発走です。スタートしました。各馬まずまずのスタート。さあ先行争い何が行くんでしょうか。ダッシュよく飛び出したのはレイオードレフォン、さらにはスレイマン、13番同節その後ろレイオードレフォン先手を取りました。少し開いてサトノロイヤル、その外にケイアイパープル、内を通ってハギノアレグリアス、外を通ってラインオブソウル、この位置にミッキーヌチバナ、この辺りで各馬第2コーナーから向こう上面に入りました。ダノンマデイラそのうちに続いています。並んで6番オーオールーレット、すぐ隣にサバ、外にはゲンパチルシファー、ニューモニュメント、それに続きます。その外からリキサントライ、この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。さあ先頭は依然として8番レイオードレフォン、スレイマン足を伸ばしてきました。ビクティファルス3番手、この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。さあ先頭はレイオードレフォン、スレイマン続いています。ラインオブソウル続いています。さあ直線に入りました。これからの勝負、先頭に立つのはレイオードレフォン、外にダノンマデイラ、200を切った。先頭変わってダノンマデイラ、一気にハギノアレグリアス、先頭はダノンマデイラ、ハギノアレグリアス、ハギノアレグリアス、1着2着はダノンマデイラ、3番手にはスレイマン、勝ったのはハギノアレグリアス、このレースを制したのはハギノアレグリアス。